の夕飯でですす創作料理です先日ひき肉料理が好評だったので豚牛豚合いびき肉ににんにくとすりおろし生姜を入れて炒めてししとうも、えー、1ンチ大ぐらいに切ったのと飾りでそのまんまのやつとししとうとあと凍っていた木綿豆腐を材の目に切って入れて 今日は和風の味付けにしましたお酒とみりんとかつおにつけておいたお醤油と山さんの昆布つゆ。明日は豆板醤や天麺醤で味付けしたいと思います。そしてごぼう茶体を冷やさないごぼう茶とおいしプラムです。いただきます。